2024年6月27日、2チャンネルにこんなスレが立った。ホストさん、売りかけが禁止？じゃあお前闇金行って今すぐ金借りてこい。さらに悪い方が万円ね。ホストクラブ、売りかけ金規制の第5さん、早速スレを見ていこう。歌舞伎町ホストクラブ、売りかけ金規制の第5さん。立ちんぼ女性、減少せず、建て替え、闇金への仲介万円の、カオス、な実態とは？21時半とか22時くらいになると、女性たちに担当ホストから電話が来るんです。会いたよって。じゃあ、今から行くと言ってしまう。売りかけ金、は禁止されましたが、実態は、建て替えという名前に変わっただけのようです。担当ホストと女性との個人的な貸し借りみたいなものです。女性が借金をすることに変わりなく、担当ホストがお店に客、女性の支払いを立て替えるのです。はっきりとは裏が取れていないのですが、ホストが闇金などに、女性の借金の仲介をするケースもあるようです。結局、ホストに行きたくて立っている女性たちは、ホストに、お金を持ってこいと言われたから立っているのではなく、あそこで立てば担当に貢ぐためのお金が稼げるという情報を得て、自分の意思で立っています。もちろん、ホストから色恋を使われて、騙されている女性もいるんでしょうけど、我々みたいな支援団体が介入するのは余計なお世話と思っている女性もいます。私が好きでやっているんだからほっといてというのが多分、一番多い本音かなと思います。実際にそう言われたことはないですけど、行政がホストクラブ側に求めたのは、売掛金という仕組みの規制であり、同語して、貢がせる行為、を禁止したわけではない。新たなスキームを生み出し、歌舞伎町の経済は今日もいびつに回り続けている。日本人ってやっぱりバカなの？弁護士と警察に相談すれば闇金は踏み倒せるし、その事例が増えれば闇金も貸さなくなるからどんどん合法的に踏み倒せ。逮捕しろ。セルフ人身売買。ブスはホストとか韓国人が大好きだから仕方ない。ホステスは金のある男から絞り取る。ホストは金のない女からも絞り取ろうとするから醜い。金のない男からむしり取ってめった刺しにされてたじゃん。貴重な車まで売って、金にしたんだからあるじゃねえか。めった刺しにしたのは騙されたからだろ。だからってめった刺しにしていい理由にはならんけど。その女は前払い金を持ち逃げしたからな。犯人はめった刺しにする前に詐欺で警察に相談すべきだった。コリアタウンが栄えるほど周辺に売春婦が増えるのは新大久保だけじゃなくアメリカも同じなのよね。普通は治安良くしようとするのだが逆なのよね。新大久保も20年前は立ちんぼなんて数人しかいなかった。30年前は大久保通りから食安通りまでのパッコン通り200名くらいの国際色豊かな立ちんぼがわんさかいたけどね。ホステスが男から金を絞り取るのはセーフ、ホストが女から金を絞り取るのはアウト。新宿でジジイに刺されてなかったっけ？女は貢ぐ素質があるのは、未成年中にアイドルとか宝塚とかアニメにハマるから自覚が出やすい。男でもオタクがキャバにハマるとか聞かないでしょ？ソープにハマるやつはいるけど。よっしゃきっちり肩にはめて風呂に沈めたれ。最近はそれやるとソープの方が飛んじゃうって実例ができちゃったので、何金も遠くなりに蹴り。ホストが罪悪感持たないのって頭おかしいよね。家畜だってかわいそうだけどごめんなさいと思いながら食うのに。女から金取らないと自分の借金になるし同じく被害者側の感覚なんだろう。ホストとかいうブサイク集団に貢ぐアホ。お金がないのに注文してはいけません。闇金側からも狙われるしざまやな。これには牛島くんもにっこり。牛島くんみたいに警察に捕まっても構わない人たちがいるからな。でもそれで闇金なんてちまちまやるより振り込め詐欺や強盗になっていった。貸してから回収は手間が割とかかるからな。詐欺なら回収して終わり。なんで闇金から借り手まで通いたがるのか。そんな価値ねえだろ。本命の彼氏のわがままを聞いてるって感覚なんだよ。売春も合法にして管理して税金取った方がいい。やったもん勝ちだもんな。裏金でも OK ならこれも OK って否定できないよね。でもこれで超可愛い AV 女優が爆誕するんでしょ？現金決済に上限を設けろよ。一人から一日20万円以上の現金決済をすることを禁止し刑事罰を設ければ売りかけは減るだろう。未だに不動産売買は現金取引が主流だが全銀ネットは24時間決済できるようになって対応の金融機関も増えている。金持ってないの分かってて飲ませるのはどうなのよ。闇金って警察に言えば返さなくてよくなるんじゃないの？みんなでやれば闇金潰せるかもしれんが、報復で何人東京湾ツアーになるんだろう。ヤクザ映画や牛島くんとかだと借りたやつを殺しちゃうけど、殺したら借金回収できなくなるしメリットなくね。といつも思う。西原さんは保険使ってたね。買いに行く奴らって病気上等なんだろ？持ってる女性を罠に配置しておけば絶滅。それでもホストに行くアホども。自然淘汰であり自浄作用。
ホストという業態が規制されるまで続くだろうな。そして闇ホストとしてアングラにくぐりそう。言った通りじゃん。そもそもその飲み屋の付けなんざ払わなくたってどってことないんだから、ホスト君のために払いたいからやるんであって、売りかけであれ前払いであれ同じことだ。そういう言い方したら詐欺になるだろ。売りかけ禁止じゃなくてホストに入れ込むようなバカ女を止めろよ。闇金が犯罪なんだけど。結局、売りかけの禁止は上辺の対策に過ぎない。女性が、関係性の貧困にあることを認めることが必要である。NPO や一般社団法人などを通じたホリスティックな対策を実施しなければならない。そのためにも行政はより潤沢な予算でもって補助金を組んでいくべきだ。文系の学者が言い出しそう。今ドバイで体売るん流行ってるんだろ。女が単品いけるわけねえと思ってたがこれ繋がりなんだろうな。イスラム教圏のとこに体売りに行く女とか相当覚悟決まってんな。むしろ金ないのにホスト通う女がバカでは。女はバカと認めて、カード枚数と使用上限設定しないとキリがない。バカだから。売りかけ禁止にしたらそら現金用意してこいよ。になるわな。まさか売りかけ禁止にしたらホストに関わる問題全部解決。なんて頭を花畑で決めたわけじゃないよな。飲み食いした分支払うのは当たり前の話だろ。その金をどうやって捻出するかなんて、人それぞれ。脅迫かなんかで捕まえたらええだけちゃうの。ぶっちゃけ強制的に通わせてるんじゃなきゃホストに罪はないよな。立ちんぼ禁止、SNS での売春勧誘を禁止にすれば解決する。真っ向売れない女に金を貸す奴はいない。加藤静江議員が売春防止法を作った論拠が、前借金で売春させられた女性を救う目的だったんだが、前借金って売りかけ金だよね。結局、ホストに行きたくて立っている女性たちは、ホストに、お金を持ってこいと言われたから立っているのではなく、あそこで立てば担当に貢ぐためのお金が稼げるという情報を得て、自分の意思で立っています。もちろん、ホストから色恋を使われて、騙されている女性もいるんでしょうけど、我々みたいな支援団体が介入するのは余計なお世話と思っている女性もいます。私が好きでやっているんだからほっといてというのが多分、一番多い本音かなと思います。実際にそう言われたことはないですけど、こうなると自由意志だからね、規制のしようがない。闇金だから返さなくてよくね。返さないのは女の自由。警察に行けば解決するじゃん。じゃあ警察行けばいいだろ。払えないのに店行く方が悪だろ。大した金持ってない若い女も客引きして引きずり込んでる。稼いでこいから、借りてこい、になるのか。はは、最悪だな。なんで底辺女子ってホストや K-POP が好きなんだろ。イケメンで話を聞いてくれて、話すことは面白くて、私に寄り添ってくれる人、そんなのを行政が用意するしかねえだろ。先にサービス券を購入してその額面内で遊ぶ。余ったら次回また使える。こうするだけで健全な遊びになるんだから今すぐやれ。今月サービス券売り上げが100万足りねえんだよ。リリ、頼む俺を男にしてくれ。それに釣られるバカにつける薬はねえだろ。じゃあ詐欺も捕まえんなよ。いいだろ、激安立ちんぼ増えてみな幸せ。エミは発狂するのに、こういう事案にはフェミは黙りだよな。バカなメンタがオンタに騙されとるわって後ろぐらい感情が刺激されるんだろうか。もうもう女ももう男も夢見るのやめようよ。大体の太客が整形モンスターの水商売や風俗嬢や立ちんぼのアホばかりだから問題ねえよ。そいつらも生産量で男から搾取してるしな。ホストを違法にして全部潰せよ。条例違反でもいいよ。闇金から借り入れするときにホストを連帯保証人にすればいいだろ。大体そうなる。なので絶対バックレさせない。闇金って返済義務あるの？でもまあ一般人にとっちゃ借金あるから立ちんぼして返すってのとホスト遊びしたいから立ちんぼして稼ぐのとでは心理的なハードルの高さは違うんじゃないの。すでにホス狂いになってる奴には同じかもしれんが。法改正して、風営法に関連する業種はキャッシュレス決済以外の支払いを規制しろよ。あいつら税金すらまともに納付してないだろ。コンビニの FC とかヤクザみたいに従業員を客にする事業形態増えてきたね。客から金をもらうんじゃなく従業員から金を絞り取るんだよね。エリアマネージャーが店舗に侵入して勝手に注文して問題になってた事件もあったな。もうね、そこまで自己責任社会を望むなら刑罰と天秤にかけて個人でやり返せばいいと思うよ。ホストまで落ちたら無敵の人じゃん。ここまで来ると法律なんて意味ない。ホスト行かなきゃいいだけじゃん、バカなの？バカなんだよ。こういう奴らを共産党が甘い言葉で近づいて党員にしたりもしてる。東横の子供たちを民生に入れようとかやろうとしてるから本当に質悪いよ。ただでさえ社会の底辺に落ちてるのに、共産党なんかと関わったら公安や警察から反社のテロリスト扱いされてマジで再起不能になるんだがな。担当との純愛だね。闇金はあかんな。斡旋したホストは重罪。何十年かぶち込め。金がない奴がホスト遊びすんなよ。ホストもてはやしたメディアの責任はどうなんだ？闇金やヤクザが出張ってくるなら警察の出番やろ。仕事しろよ。過払い金が弁護士がさらに騙しにかかる。地獄スパイラル。
性質の悪いのはどんどん豚箱に放り込めばいいよ。ルール変わったばかりだからやめられない奴が無理しとる。徐々に減るよ。それな、徐々に減らしていくしかない。せっかく女の子たちを守るために売りかけ禁止という条例ができたのに、それでも金ないのにホスト遊びしに行くような女の子はどうなってもよくね？と思う。放置してたら怪しい NPO とかができて税金ジャブジャブなってたのが東京都。税金でランドクルーザー乗り回してるのに放置だもん。交通費渡してホストのお膝元に呼んでたって冷静に考えるとやばいよな。それでも一つアクション入れないといけないから売りかけよりはハードル高い。売りかけは断るタイミングがない。闇金がホストクラブに栄養かける時代か。さっさと全面規制すりゃいいんだよ。遊びってのは身の程をわきまえてやらないとな。真面目な話、こんなことしても今度は経営者がホストに刺し殺される事件に変わるだけだよね。闇金仲介は逮捕すればいいな。ホスト潰れてもコンカフェとか VTuber に流れるだけだろうしな。いや、金ないのにホスト行くなよマン。身体換金できるから金がないってわけでもないんだよね。それにホストクラブって必ずしも店に行くことで始まるわけではなく、街中でナンパされたり、相席屋やマッチングアプリで出会って交際に発展してから呼ばれるパターンもある。すごく巧妙なんだよ。投げ銭にしろホストにしろ、なぜそこまでして貢ぐのがよくわからないけど、のめり込むとこんなもんなんかな。ただ愛情に飢えてるだけでなく見えっ張りな人も多いと思うわ。悪いことやらせたら日本人の右に出る者はいないよな。この案件にゼミの匂い嗅ぎつけてる奴は長生きできないタイプ。金稼ぎに、こんな家中の栗拾うような危険性を課す必要はない。あんまやりすぎるとホスト自体禁止されそう。ホストとけばもう違法にしろよ。女さんがバカなだけでホストも闇金も悪くない。ホストはイカサマ詐欺当たり前のチンピラ集団。警察は問答無用で叩き潰せや。あいつら30歳超えたあたりから、生ポシャ多いんじゃないかな。レバーボロボロ、体力ゼロ、労働できんだろ。男女ともに不幸でしかないんよ。あいつら自身も容姿とか借金背負わされてんじゃね。ホスト店長やオーナー刺される事件まだって感じか。にしてもホストみたいな仕事を若年世代がよくできてるな。女のツケは自分の借金になって超封建的チンピラ的職場でこき使われ、女を風俗に落とすことまでやってのけなきゃいけないとか、やむだろ。日本の未来は暗い。 Z 世代を見てもそうだ。昔、日本沈没っていう映画あったが、地震で沈没するのではなく人間そのものが崩壊。問題解決は女性を抜いてロイおっさんが直接ホストクラブに遊びに行けばいいんだよ。カウジジイの逮捕、と、R25 女性だけの酒場利用禁止、とかな。売る女も逮捕しろ、売るのも買うのもどっちも罪を重くしてやれ。いやいや、どう見ても、うろちょろしてるジジイが気持ち悪い。諸悪の根源、義務教育でホストの遊び方を教えろ。ジジイのしゃぶった時点で、誰も結婚してくれません。って教えたらいいだけでしょ。そのフェラ金を注ぎ込んで、大切にされるって、脳構造を改造せないかん。それやっても無駄よ。ホストクラブの客はホストと結婚できると考えてるから、ホストじゃ買い違うがいくら拒否しようと知ったことではない。お前の文章、俺の内容の通りを、繰り返してるだけだぞ。AV 新法といいもう少しまともな法整備しろよ。立法の奴らは東大、あたおかなんだろ。近年の庶民直結って言えば、危険運転致死傷罪のネーミングといい、妨害運転罪の誤解発生機構といい、日本って東大解体で、諸問題 80% はスッキリする。そもそも昔から闇金使ってたやろ。返済できないから風俗飛ばしがあって、それが今じゃパパ活で自ら稼ぐ流れになってたのを昔に戻しただけやん。むしろ今の時代、闇金なんてそこらの町金並みに審査あるし、なんかやらかしたら闇金潰さるか返済義務捨てるかなんて時代にようやるわ。ホストクラブの場合、返済できなかったらホストとの関係が切れるってのが抑止力になってるから、普通に融資するよりはうまいんだと思う。ホスト自体完全禁止しろよ。ホステスはこんなことしねえよ。街動画で女につきまとい勧誘スカウトしてんの見てるだけで気分悪くなる。こんなの世界中で日本だけ。最近車売るまで追い込まれたおじさん切れたばかりじゃん。あれは結構なレアケース。いただき女子がいるからホステスがやらないとも言えないが、ホストの改善点を挙げるとすれば、よってましてや同調圧力で迫り、車を買えるほどの契約を一言で済ませることにある。ろくでもない世界だよ。ホストもそれにハマってる女も。まあわかる。整形も当たり前だろうから日本人女性食い物にしたい。半島連中のいい稼ぎ場になってそうだし。最近海外で体売ってる女、あれ半島のゼゲンとそのお仲間に手引きされてるんだろうなって思うね。だってネットでも売春婦で有名な国の連中がやたら日本人女性を売春婦呼ばわりしてんのを見るからね。女性はホストのために望んで売春し貢いでいるので、外野が余計なことをすべきではない。この状態を是正したいのならホストを押し付ける以外に解決法はないんです。つまりホストは殺したり大怪我させてもお咎めなしにして、
自主廃業を促す環境を作ってあげるのが正解。物事の構造を理解して効果的な箇所に力を加えましょう。だからホスト自体禁止しないとダメなんだよ。男相手の商売より悪質なんだから。ホストって金持ちのババアの奴隷のイメージあったけど今はヤクザみたいな存在なんだな。なんで野放しにしてるんだ？暴力団そのものだよ。ホストは反社。女は欲望を我慢できないからな。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。